今回は遺族給付の論点についてお話ししたいと思いますまずは遺族基礎年金についてお話ししていきますがはじめに年金の体系図から遺族基礎年金の位置づけを確認しておきたいと思います遺族基礎年金は国民年金の被保険者などが死亡すると一定の遺族に支給されるもので1回分の話です 遺族基礎年金の受給権者は保険料納付要件などの一定要件を満たした国民年金の被保険者などであった人に生計を維持されていた子またはこのある配偶者です。ちなみに年金の世界で子というと基本的に18歳到達年度の末日を経過していない子イメージとしては高校を卒業していない子を指しますので。 大学に通っている子供がいたとしても遺族基礎年金の支給対象ではありません年金額は老齢基礎年金の満額にこの加算額を加えた金額です続いては遺族厚生年金について年金の体系図から遺族厚生年金の位置付けを確認しておきますと遺族厚生年金は厚生年金保険の給付ですから 二号被保険者の二階部分の話です遺族厚生年金の受給権者は一定要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった人などに生計を維持されていた一定の遺族です厚生年金保険は国民年金よりも労働者を保護する性質が強くて保障が手厚いので受給対象となる遺族の範囲も こと配偶者だけでなく父母祖父母孫まで含まれます年金額は亡くなった人が受け取るはずだった老齢厚生年金の4分の3が基本ですただ亡くなった人が若かったりして厚生年金保険の被保険者期間が短かった場合この通り計算した年金額はかなり少なくなりますから 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金は死亡した人の被保険者期間が300か月に満たない場合は300か月被保険者期間があったものとして計算します次は中高齢過負加算についてこれは遺族厚生年金の上乗せ給付の話です老齢厚生年金には、 収入が少なくなって引き続き配偶者を扶養するのは大変なので下級年金という家族手当のようなものが配偶者が65歳になるまで支給されると学習しました中高齢家婦家さもこれに似ていてイメージとしては一定の事情がある遺族に対する家族手当のようなものです中高齢家婦家さは時代背景を理解すると覚えやすいかもしれません 厚生年金保険の制度ができた当時は昭和の中頃の高度経済成長期で旦那さんが外で仕事をして奥さんは専業主婦という家庭が一般的でしたなので旦那さんが亡くななっっててししまままうと一家の収入はゼロになってしまいますそうなった場合もし奥さんが若ければいい仕事が見つかる可能性が高いですがある程度の年齢を超えていると バリバリ働いてたくさんの収入を得るというのは難しい時代背景があったんです。そこで、夫の死亡当時、40歳以上、65歳未満の妻などには遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされるという仕組みが用意されたわけです。中高齢寡婦加算には注意点がいくつかあって、まず寡婦というのは配偶者に先立たれた女性という意味ですから。 男性の遺族には支給されませんそれから遺族基礎年金をもらえる場合にはそれだけで100万円以上支給されますので中高齢・過加算はもらえませんまた妻が65歳になって老齢基礎年金を受給するようになると下級年金と同じように中高齢・過加算は支給停止されますここで下級年金と中高齢・過負加算の 違いと共通点をまとめますとどちらも厚生年金の加算給付であることと加算対象となる配偶者が65歳になるとその人自身の老齢基礎年金が支給されるので支給停止となることが共通点です違いとしてはまず加給年金は老齢厚生年金の上乗せ給付で中高齢過負荷さんは遺族厚生年金の上乗せ給付ですそして 中高齢寡婦加算には配偶者の年齢要件に40歳以上という加減があります。また、被保険者については、加給年金には厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であることという要件があります。加給年金について忘れている点がありましたら、また復習しておいてください。最後は第1号被保険者の独自給付について。 国民年金の第1号被保険者に扶養されていた人は遺族厚生年金を受給することができませんそして年金法上の子がいなければ遺族基礎年金を受給することもできないので遺族年金が全く支払われないことになりますさすがにそれはまずいので国民年金の第1号被保険者が死亡して遺族基礎年金が受給できない場合には 過負年金と死亡一時金という給付があります細かい要件についてはテキストをご一読いただくことにしてこれらはどちらか片方しか受給することができないという点を押さえておいてくださいそれでは今回はここで終わりますありがとうございました